これは僕が大阪のマンションを決める時の話やったんですけど、大阪のマンションを決めようと思いまして不動産屋に行ったんですね。でも実はこの不動産屋というのは2軒目で、1軒目でもうここにしようかなというのがあったんで、2軒目はもうよりいいのが出てきたらという感じで軽い気持ちで行ったんですけど、でまあ「こんなんどうですか、こんなんどうですか」って言われるのも、まあ仮決定があったんで、いやええわ、ええわ、ええわってずっと断ってたんですよ。なら、その不動産屋の人が、じゃあもう仕方ないですね、言うて別の戸棚から出してきた一つの物件があって、まあ、大阪南こっちで、東京とかで言うとわかりやすく、まあ渋谷ですかね。渋谷からもう徒歩5分以内で、まあ、難波っていうところなんですけど、10畳、ワンルーム。で、風呂トイレちゃんとあって、まあ、壁もしっかりしてる。そこで3万6000円。ええー、言うて。こんなええのあるんですか言うて。まあ前に仮決定してるやつより全然いいから。え、ここなんでこんな安いんですか言うたら、ちょっとこのシャワーの出が悪いんです。あ、そうっすか言うて。いや、それぐらいだったらもう全然いいんで一回見に行かせてください。行ったらやっぱ広いし綺麗し。あ、じゃあここにしますわ言うて。もうすぐ決定して、もう引っ越して、いざ住んでみたらシャワーの出は快調なんですよ。うわーって普通にシャワー出ますから。わ、これはラッキーなとこを見つけたな。ほんまラッキーやな。って住んでたんですね。で、まあ、毎日生活を送ってたんですけど、ある日ですね、寝てたら、まあ、窓も全部閉めてるし、エアコンもつけてなかったんですけど、寝てたら、その、テーブルの上に置いてた雑誌がですね、こうペラッペラッってめくれたんですね。であれ、俺寝ぼけてて今夢見てたんか、あれなんやろなーと思って、ちょっと気持ち悪いなーと思って、でその日はまあ一晩過ごしまして、でまたある別の日に寝てますと、テレビがですね急にバーンってつくんですよ。あれ、まあ頭のところにリモコン打ってたんで、今俺寝返り打ってつけたんかな。まあちょっと気持ち悪いなと思って朝までまあ起きて。でまあ明るくなってから寝たんですよ。でまた別の日寝てると、この頭の後ろにの壁の向こうがシャワーになってるんですけど、そこのシャワーがザーって勝手についたんですよ。うわ気持ち悪い思って、テレビ自分でつけてステレオとかボリューム上げて朝まで過ごして、うわ何やろな何やろな思ってて、でまあある時そんな気持ち悪い中コンパに行くことになって、コンパ行ったんですよ。でまあ盛り上がって、あ、フジャランチ近所やからフジャランチで飲み直そうぜって、女の子も行く行く言って、でバーってみんなでワイワイ言いながらうちのマンションまで行ったら、さっきまで盛り上がってたのに一人の女の子は、ごめん私帰る、え、なんでやねん、あんな盛り上がってたんけ、いやお前なんでよね、いやちょっとこのマンション入りたくない、入りたくないってなんやねん、みんなそう言うんですけど僕だけちょっと心当たりがあるんで、霊感あんのかって聞いたら、めちゃくちゃあると、おいちょっとマジかと、見てくれ、いや絶対、いやこのマンションだけは絶対入りたくない、ええからええから言うて、もう無理やり腕引っ張って連れて行ったんですよ。でガチャって自分の部屋のドア開けると、まあ玄関開けるとワンルームなんで全部部屋が見えるんですね。ならその子が「ほらいてる」って言うんですよ。「いてるって何やねん」っつったら、彼氏に振られて自殺した女の子の霊が僕を彼氏やと勘違いしてくっついてきてると。ええー、って。今家いてんのか、どこにいてんねんって言ったら、まあ部屋が正方形なんですけど、この正方形のこっち側の角にベッドを置いてまして、対角線のこっち側の角にですね、ラックを置いてるんですよ。でその中にテレビを入れてるんですよ。だから後ろに三角のスペースができるんですけど、そこに立ってると。え、なんでそんなとこ立ってんねんって言ったら、いやそこはあなたが一人暮らししててテレビの後ろにいれば一番見てくれる角度でしょと。
だからそこに立ってるのよ。マジかおい、気持ち悪いな言うて、もうすぐにその角はもう楽を押し込んで潰したんですけど、まあそうやって過ごしてても気持ち悪いんで引っ越そうと思いまして、で引っ越す時に管理人のおばちゃんに横に挨拶に行ったんですね。で、おばちゃんお世話になりました言って、あ、そうやおばちゃん、俺の部屋お化けおる言われてんけど、あーってあんまりびっくりしてないから、え、なんやのおばちゃんって言ったら、えっていうリアクションだったら、あんた知らんのかいなって言われて、僕の部屋4階なんですけど、昔7階から飛び降り自殺した人がいるんです。でその人が4階の僕の部屋のベランダにダーンって当たって亡くなったんです。これは僕が大阪のマンションを決める時の話やったんですけど、大阪のマンションを決めようと思いまして不動産屋に行ったんですね。でも実はこの不動産屋というのは2軒目で、1軒目でもう、あ、もうここにしようかなっていうのがあったんで、2軒目はもうよりいいのが出てきたらっていう感じで軽い気持ちで行ったんですけど、でまあこんなんどうですか、こんなんどうですかって言われるのも、まあ仮決定があったんで、いや、ええわええわええわってずっと断ってたんですよ。ならその不動産屋の人が、じゃあもう仕方ないですね言うて、別の戸棚から出してきた一つの物件があって、まあ大阪南こっちで東京とかで言うと分かりやすく、まあ渋谷ですかね、渋谷からもう徒歩5分以内で、まあ難波っていうところなんですけど、10畳ワンルームで風呂トイレちゃんとあって、まあ壁もしっかりしてる、そこで36,000円、ええー、言うて、こんなええのあるんですか言って、まあ前に仮決定してるやつより全然いいから、え、ここなんでこんな安いんですか言ったら、ちょっとこのシャワーの出が悪いんです。あ、そうっすか言って、いや、それぐらいだったら全然いいんで一回見に行かせてくださいって言ったら、やっぱ広いし綺麗し、あ、じゃあここにしますわ言って、もうすぐ決定して、もう引っ越して、いざ住んでみたらシャワーの出は快調なんですよ。うわーって普通にシャワー出ますから、わ、これはラッキーなとこを見つけたな、ほんまラッキーやなって住んでたんですね。でまあ毎日生活を送ってたんですけど、ある日ですね、寝てたら、まあ窓も全部閉めてるしエアコンもつけてなかったんですけど、寝てたらそのテーブルの上に置いてた雑誌がですね、こうペラッペラッってめくれたんですね。で、あれ、俺寝ぼけてて今夢見てたんか、あれなんやろなと思って、ちょっと気持ち悪いなと思って、でその日はまあ一晩過ごしまして、でまたある別の日に寝てますと、テレビがですね急にバーンってつくんです。あれ、まあ頭のところにリモコン置いてたんで、今俺寝返り打ってつけたんかな、まあちょっと気持ち悪いなと思って、朝までまあ起きて、でまあ明るくなってから寝たんですよ。でまた別の日寝てると、この頭の後ろにの壁の向こうがシャワーになってるんですけど、そこのシャワーがザーって勝手についたんですよ。で、うわ気持ち悪い思って、テレビ自分でつけてステレオとかボリューム上げて朝まで過ごして、うわなんやろな、なんやろな思ってて、でまあある時そんな気持ち悪い中コンパに行くことになって、コンパ行ったんですよ。でまあ盛り上がって、あ、フジャランチ近所やからフジャランチで飲み直そうぜって、女の子も行く行く言って、でバーってみんなでワイワイ言いながらうちのマンションまで行ったら、さっきまで盛り上がってたのに一人の女の子は、ごめん私帰る、え、なんでやねん、あんな盛り上がってたんけ、いやお前なんでよね、いやちょっとこのマンション入りたくない、入りたくないってなんやねんって、みんなそう言うんですけど、僕だけちょっと心当たりがあるんで、霊感あんのかって聞いたら、めちゃくちゃあると、おいちょっとマジかと、見てくれ、いや絶対、いやこのマンションだけは絶対入りたくない、ええからええから言うて、もう無理やり腕引っ張って連れて行ったんですよ。でガチャって自分の部屋のドア開けると、まあ
玄関開けるとワンルームなんで全部部屋が見えるんですね。ならその子がほらいてるって言うんですよ。いてるってなんやねんって言ったら、彼氏に振られて自殺した女の子の霊が僕を彼氏やと勘違いしてくっついてきてると。って今家いてんのか、どこにいてんねんって言ったら、まあ部屋が正方形なんですけど、この正方形のこっち側の角にベッドを置いてまして、対角線のこっち側の角にですねラックを置いてるんですよ。でその中にテレビを入れてるんですよ。だから後ろに三角のスペースができるんですけど、そこに立ってると。え、なんでそんなとこ立ってんねんって言ったら、いやそこはあなたが一人暮らししててテレビの後ろにいれば一番見てくれる角度でしょ、だからそこに立ってるのよ。マジかおい、気持ち悪いな言うて、もうすぐにその角はもう楽を押し込んで潰したんですけど、まあそうやって過ごしてても気持ち悪いんで引っ越そうと思いまして、で引っ越す時に管理人のおばちゃんに横に挨拶に行ったんですね。で おばちゃんお世話になりました言って、あ、そうやおばちゃん、俺の部屋お化けおる言われてんけど、ああってあんまりびっくりしてないから、え、なんやのおばちゃんって言った、えっていうリアクションだったら、あんた知らんのかいなって言われて、僕の部屋4階なんですけど、昔7階から飛び降り自殺した人がいるんですよ。